ちょっとさ、このさ、輪をくぐってさ、ガシンガシンするまでの間にこんな並ぶ要素ある？ガシンガシンみんなやりすぎなんじゃないの？ね。じゃあ俺さ、輪っかさ、くぐる担当行くわ最初。あの星野持っててもらって、そしたらさ、こうやってスマホさ、俺にパスしてもらってさ、星野さ、あっちからこう来る担当で、俺がこう行く担当だね。星野はこう来る担当だね。じゃないとね、無理だからね。ちょっと正解したらしい。いや今回はなんかノリに乗れてない感があるけどね、意外とね俺らの中で頑張ってるからね、この人が多い中でね、くじかれながらも人が多い。こう考えるとね、今までの一泊旅行系ってなんてうまくことは進んでたんだって思っちゃった、ね、こう考えると日光鬼怒川とか全然混んでなかったわ。なんかさ、西南でさ、あのいるじゃん、目の前のやつ、あれなんか石なんかバカにしたようになったんだよ。なんかかっこつけないな、お前。お前さ、かっこつけないいんじゃねえもん、そんぐらいで。俺もさ、一人でさ、この人を座ってつらいんじゃ。ここにブー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 、おー羊じゃ、羊じゃ、ブーヤギじゃ。最初さ、あの鶏の人はさ、グッドポーズしてくれた。イエス。4年チリンチリンやんのにさ、どこにさ並ぶ要素あんの、マジで。みんなチリンチリン好きだ。だって輪っかくぐってチリンチリンするだけだよ。やべえな、あれじゃん、豊島園のサイクロンぐらいに並ぶじゃん。本当だよ、ちょうどこんぐらいだよね、豊島園のサイクロン。ない願う時間が長いのかもしんない、拝んでる。そしたらさ、拝む人はさ、斜め横に行って拝めばいいんじゃない？その間に違う人がさ、カランカンやってればいいんじゃない？早そうじゃない？画期的なシステムじゃない？パワースポットのその画期的さを求めちゃいけない気がするけど。しょうがないんだよ、考えがあれだね。今日から寝るな、お前。一番たまにはいいこと言うじゃねえ。ガロ。100年に1回ぐらいだけど。俺はいつも偉いんじゃ。ていうかさ、この後100年に1回って俺も一回も言わなくせん。あ、言わないよ。てか今まで言ってなかったんだよな。あ、言ってなかった。つらいんじゃ。今更気づいた。石森だって脳みそあんだから、もうちょい早く気づいてほしかったな。つらいんじゃ。つらいんじゃ。つらくていいんじゃ。いいんじゃ。いいんじゃ。じゃあ。じゃんじゃ。そこの景色なかなかいいんだ。あっちの景色なかなか良さげだ。ちょっと最近さ。
俺と星の関係性がさ仲良しかすんごい仲良し気持ち悪いぐらい仲良しになってさなんかさもうさ相棒みたいなの超えてさ最近よく言われるのがさいびつな関係って言われてそれ褒め言葉やらされてるやらされてるやらされてるよねやらされてるよね聞こえないで俺らの交互に行くかこの後にあでもなんか撮ってるのすごい撮ってるな無理かワンちゃん、うん、これ動画のまま行っちゃうよ、うん、ペース速そうだしパッパと切り替えていこうぜ随便ここ結構ベスポ出たな紅葉が綺麗で、まあ、行っちゃえば今